が赤丸 DJ の赤松優美です。さて今回はですね、鈴木新型ハスラー、こちらプレゼント企画中ということで、私も実際に新型ハスラーに乗ってドライブに行きたいと思いますが、雨です。あいにくの雨です。まあ明日はね、天気が変わりやすくてしょうがないですね。今から乗ってちょっと大阪市内をねドライブしようと思います。いこいこわ、すごい、見た目コンパクトやのにめっちゃ広いわ。車内この天井が高いんかな。すごいすごい広いで、スイッチ一つでエンジンが入って、足で踏むタイプのサイドブレーキね。行きますか。じゃあ出発進行、ゴーゴードライブ。雨なんでね、いつも以上に慎重に行きますよ。大阪市内は交通量多いからね、これぐらいのコンパクトなサイズの車の方が走りやすかったりするよね。あ、すごい、なんかなんていうの、アクセル踏んだ時の発進がこう滑らか。こういうコンパクトな車って前の前方の窓枠が小さいイメージがあったんだけど、すごい広いよね。自分の横もここまで見えるからさ、すっごい開放感あるわ。これって軽になるんですか。これ軽自動車なの？こんな広いねや、軽自動車って。イメージ変わるな。無駄を削ぎ落としてるからさ、すっごい空間として広いよね。いや、ほんま大阪市内びっくりするぐらい道幅で狭いとことかもあるし、自転車がこうさ、ダーって止まってるところとか行くときは、やっぱり大きい車やとね。普段運転は？普段運転しますよ。まあ、ゴルフとかも行くしね。でもやっぱり旦那さんの車なんで、すごい大きい車なんですよ。だから実はちっちゃいの自分用の欲しいなとは思ってるんですけど、だからこのさ、新型ハスラープレゼントなんてもうリスナーさん大喜びじゃない。車プレゼントってこのご時世ある？めっちゃバブリーじゃない。本当ありがとうございます、鈴木様。どんな人に当たってほしいとか使ってほしいってあたり。いやー、やっぱりこんだけ軽やのにこんだけ広いから、正直ファミリー4人家族とかの方たちも十分使ってもらえると思うんですよね。あ、でも新婚さんかな、やっぱりなかなかこうさ、自分たちのお金じゃまだ車は買われへんなって言ってるぐらいの新婚夫婦さんとか乗ってほしいな。この赤丸新型ハスラーで愛を育んでほしい。デートで彼氏さんがハスラーで迎えに来てくれたらどうですか。ああ、いや、いいよ。なんかどんな面白いところに連れてってくれんやろっていう期待度は高まるよね。きっとアクティブな人なんやろなみたいなイメージ抱くかも。さ、何よりも小回り聞くって車も人としても大事やん。小回りの聞く人って魅力的よね。あとさ、まあ車内の空間の広さもそうなんだけど、座席、このシートが広い。すっごい座り心地がいいのよ。クッション性とかがなんかこう包容力もあって、でもこう柔らかすぎない適度な反発度もあって、長距離 OK。 これなら全部のこの質感がめちゃくちゃいいです。無駄がないのに欲しい機能は兼ね備えてるっていうね。あとここのさ、メーターとかなんていうの、速度表なんていうんですか、これすごい見やすい。正直さ、いっぱい表示されても意味わからへんから、必要最低限だけ表示されてるのがすっごいわかりやすい。窓が広いからすっごい確認しやすいしね、後方とか横とか。やっぱ安全に運転できるっていう車が一番いいと思うのよ、結局は。でね、これ乗ってるだけじゃわからないと思うんですけど、めちゃくちゃ燃費いいらしいんですよ。新型ハスラーはエンジンがまた一新されてまして、より燃費が良くなってるらしく、だから長距離も安心して乗っていけるってことですね。経済的かつ乗り心地がいい、ダメなところを教えてくださいよっていうことですよね。で、お値段もすごいお手軽。それはまあ車やからさ、大きな買い物ではあるよ。でもこれだけの充実の機能で安いなと思っちゃった。買いたいなと思っちゃったよね。やっぱりなかなかね、今こう車を持つカップルとか夫婦が減っていってるっていう話もありますけど、なんかやっぱ高いイメージがあるんやろね。本体自体ももちろんお手頃価格だし、
で燃費もいいから維持費としてもそんなにかかってないか。やっぱりマイカーっていいですよね。マイカーいいよ、マイカー。やっぱさ、お出かけの幅も広がるし、でまあ今特にさ、新幹線乗ったりとかそういうのがちょっとこう懸念されてたりもするじゃない。問題はないと思ったけど、だったらやっぱり車需要は高くなってるはずなのよ。私は車乗るなら絶対的にかっこいい系の車がいいんで、ハスラーめっちゃタイプなよ、見た目で。色のバリエーションがさ、さっきパンフレット見たらすっごいあって、今回はこの、まあ、赤丸ということなんで鮮やかな赤を選んだんですけど、他にもね渋いちょっとカーキっぽい色があったりとかして、なんかこう山とかさ、キャンプとか行く人とかそういうカラー好きじゃない？アースカラーめちゃくちゃかっこよかったよ。なんか軽自動車ってちょっとさ、コロンとした可愛らしいイメージをお持ちの方も多いと思うんだけど、新型ハスラーはやっぱそのちょっとしたかっこよさとかワイルドさも兼ね備えてるよね。私は車乗るなら絶対的にかっこいい系の車がいいんで、ハスラーめっちゃタイプなよ、見た目。なんか赤松さんが車を買うなら、うん、一番このポイント重視するっていうところって、いやもうやっぱりその広さちゃう、車内の。なんかさ、結構デザイン的にここがもっこり出てたり、ここにグワーってごっつい柱みたいなのがあったりすると、少し圧迫感あるやん。もう本当にないのよ、わかるでしょ、見たら。無駄を削ぎ落としてるから。でこことかも最小限の幅、ちゃんと安全は守れるけれども、やっぱり視界を良くっていうのを考えて作られてるのがよくわかるよね。ここ、このね、実は ここってすごい死角なのよ、運転してて見えないの。でもこれだけやっぱりガラスの部分を多くしてくれてると、すごく見晴らしが良くって安全運転できるなって思う。まあもちろんね、安全運転するのが一番なんですけども、とっさのハプニングとか起きた時のその安全装備っていうのが標準的についてるんですって。その自動ブレーキアシスト機能っていうのが前にも後ろにもついてるんだって。だから前にパッと突然人が出てきたりとか、あと後ろの壁にパッとぶつかりそうな時に、ブレーキをアシストしてくれる機能もあるそうなんで、ね、そういうやっぱり安全装備っていうのももう絶対的に必要ですもんね。これから誰が乗るにしてもさ、年を重ねてきたご両親へのプレゼントとかにはやっぱりこの安全装備標準ね、装備されてるっていうのは結構重要なポイントかもしれない。いいんじゃない、新型ハスラーのプレゼント。あ、いつか車プレゼントとかしたいな。帰ってきました。まああいにくの雨でしたけれども、新型ハスラーのおかげで快適ドライブでした。よいしょ、ただいま。あっという間だったね、ドライブが終わっちゃいました。もうね、私軽自動車の概念覆されましたね。まずこの車内の広さで、この見晴らしの良さが本当に安全運転には必要不可欠だと思うんですけども、そのあたりももう大満足だし、あとはそのアクセルブレーキのこの滑らかさっていうかな、これはね本当にね、運転苦手やなと思ってた方も上手になんか運転できるような気がする。車内のなんていうの、デザインとかいろんな機能の配置とかも本当に考え尽くされててめっちゃ快適でした。はい、シートもほんまにいい感じ。ぜひ一家に一台新型ハスラーいかがですか？プレゼントの応募も待ってまーす。